パキスタン国際航空8303便墜落事故は2020年5月22日に発生した航空事故である。パキスタンラホールのアラーマイクバール国際空港から同国カラチのジンナー国際空港へ向かっていたパキスタン国際航空8303便がジンナー国際空港から1トル手前の住宅地に墜落した。2人の乗客が生存したが、 97人が死亡し、後に重傷だった、墜落地の住民1人も死亡したため合計で死者98人となった。事故機のエアバス A320 から214は2004年に製造され、2014年まで中国東方航空で B-6017 として使用された。その後、2014年10月31日から GE キャピタルアビエーションサービスが パキスタン国際航空にドライリースをしており、APBLD として使用されていた。搭載されていたのは、CFM インターナショナル CFM56 から5バイト、4、P ジェットエンジンだった。パキスタン国際航空のエンジニア部門によれば、直近の検査は3月21日に行われていた。エアバスによれば、総飛行時間は47,100時間ほどだった。 パキスタン国際航空によれば、搭乗していた乗客は51人の男性と31人の女性、9人の子供だった。2名の生存者のうち1名は、パンジャブ銀行で CEO のザファル・マスードだった。犠牲者の中には、パキスタンのファッションモデルで女優のザラービドシラが、含まれている。事故から10日後、火傷で重傷を追い入院中だった住民の10代女性が、死亡した。 8303便は現地時間13時8分にアッラーマイクバール国際空港を離陸し14時45分頃にジンナー国際空港へ到着する予定だった。操縦は機長が担当していた。飛行中、パイロットたちはコロナウイルスの話に夢中になっており標準的なコールアウトなどを行っていなかった。空港への接近中、 原地侵入管制は滑走路25リットルへの ILS 侵入を許可し、滑走路から約28キロメートル離れたウェイポイントマカリーへ到達する前に3000フィートまでの降下を許可した。しかし、8303便はマカリーを9780フィートという通常よりもはるかに高い高度で通過した。パイロットは通常の侵入経路に戻すため自動操縦を解除し、 スピードブレーキを展開させた。滑走路から 20km 地点を7221フィートで通過中にパイロットは着陸装置を下ろした。管制官は8303便に高度の問題についてアドバイスを複数回言ったが、パイロットはいずれも無視して侵入を継続した。滑走路まで約 10km の地点を1740フィートで通過しているとき、 パイロットは着陸装置を格納した。8303便の速度は500フィート付近で220ノットという高速であった。そのため、着陸装置の警報に加えて、速度超過警報や、対地接近警報装置などの複数の警報が作動したが、パイロットはこれらも無視した。8303便は滑走路25リットルへ、胴体着陸し、両エンジンが、 滑走路に接触した。14時35分、パイロットは管制官に着陸また行を行うと言い,い、滑走路25リットルへの ILS 侵入を要求した。管制官は左に旋回し2000フィートまで上昇するよう指示した。その4分後、パイロットは命令を宣言した。胴体着陸で損傷した両エンジンが飛行中に、 どちらも故障したため、ラムエアタービンが展開した。14時45分、8303便は滑走路手前の住宅地に機種を上げた状態で墜落した。事故当時8303便は着陸まで1分の位置を飛行していた。墜落現場は空港から約1トル地点のモデルコロニー付近だった。機体は複数の建物に衝突し、 複数の火災が発生した。パイロットが報告した技術的な問題については、着陸装置の故障、またはエンジンの故障と見られている。管制官は滑走路 25R と 25L のどちらも使用可能と伝えた。パキスタン国際航空の代表者によればパイロットは、着陸を行う代わりに、着陸また行を行った。命令を宣言した12秒後、パイロットは、 引き返しているところです。エンジンを失いましたと管制官に伝えた。生存者は滑走路に触れたのを感じたが、すぐに高度が上がった。二度目の着陸アナウンスがあった2、3分後に墜落した、と証言した。現場付近の通りが狭かったため救助活動が妨げられた。軍統合広報局は現場には特殊部隊がおり、 パキスタン軍とパキスタンレンジャーズによって貿易船が張られたと述べた。地上の目撃者によれば機体は墜落する前にセルサイトに衝突した。エアバスとフランス航空事故調査局は調査への支援を行うと発表2020年5月25日から26日にパリより調査チームが放火し事故現場の状況確認を行った。事故機が CFM56 エンジンを搭載していたため、国家運輸安全委員会も調査を支援すると発表した。フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーは現場から回収された。パキスタン民間航空局の関係者によれば、機体が着陸効果を開始したとき、着陸装置に問題が発生した。8303便が最初に着陸を試みたとき、 着陸装置は格納されたままだった。滑走路に残されたマークから機体が滑走路に接触したこと判明した。マークによれば、滑走道端から4500フィート地点で、左エンジンが5500フィート地点で、右エンジンが滑走路に接触していた。このことから接触によりエンジンが破損し、二度目の着陸侵入中にエンジンが停止したと推定された。 また、地上の目撃者は8303便が2度目の侵入を行っている際にラムアタービンが稼働しているように見えたと証言した。かは、予備調査の報告を行った。パイロットが最初に着陸を試みたとき、エンジンが3度滑走路に接触しており、燃料タンク、または燃料パイプに損傷を与えた可能性があると述べた。航空大臣が公表した。 中間調査では、機長と副操縦士がコロナ禍に関する死後で集中力を欠いており、管制官も着陸時の車輪の不備に気づかずエンジン損傷をパイロットに伝えなかったと人的ミスが重なったことが原因だと指摘した。2020年6月24日、かは事故の予備報告書を公表した。報告書では、パイロットと管制官の両方に問題があったと述べられた。 また、機長は地震過剰だったと報告された。着陸侵入で8303便は通常よりも高い位置を飛行していた。パイロットは機体を通常の経路に戻すため自動操縦を解除し、手動で降下率を調整した。機体は一時的に毎分7000フィート以上という高い降下率で降下していた。また、7200フィートで着陸装置が降ろされたが、 侵入中に格納された。そのため、8303便は滑走路に胴体着陸した。胴体着陸した瞬間は、CCTV のカメラによって撮影されており、エンジンと滑走路が接触して、火花を上げる様子も捉えられていた。CVR や FDR の記録によれば、最初の着陸侵入時には、GPWS の速度超過や、 着陸装置などの複数の警報が作動したが、パイロットはすべて無視した。シンド州保健大臣は緊急事態を宣言し、イムランカーン首相はカラチの病院に利用可能な設備をすべて現場に投入するよう命じた。初期段階では、具体的な死傷者は報告されなかったが、アリフ・アルビ大統領は追悼の意を示した。パキスタンではパキスタンにおける2019年、 コロナウイルス感染症の流行状況を受けて国際線の運行が自粛されており再開されたのは事故の数日前である5月16日のことだった5月22日はラマダンの終了を祝う井戸アルイコールフィトルだったため多くの人々が親の実家へ里帰りする途中だったまた新型コロナウイルスの感染拡大によりパキスタンの医療施設は圧迫されていたまた 国内で頻発する航空機事故を受け、操縦士を調査したところ、現役パイロットの約40%が替え玉受験などで免許を不正取得していたことが発覚し、パキスタイ航空業界の構造的な問題も明るみに出た。また詳細な調査から、パキスタン国内のパイロット860人中262人が資格を不正に獲得した可能性が発覚した。 このうち28人については、実際に不正な方法で資格を獲得していたことが判明しており、航空当局の職員数人も不正に関与していた疑いがある。PIA のパイロット434人中150人も不正な資格を取得していた疑いがあり、これらのパイロットは飛行禁止となった。二千二十年六月十四日、欧州航空安全機関は一連の出来事を受けて、 PIA の欧州連合内乗り入れを6ヶ月間禁止すると決定した。7月9日、PIA はアメリカ合衆国への乗り入れも禁止された。ありがとうございます。